2023年、韓国経済は危機を迎えてるわ。この動画はその経緯をリアルタイムで、特集していくわよ。解説や分析は韓国経済を、15年前から見取っている専門家の、ジンボルトにお任せだぜ。だから、応援とチャンネル登録、メンバーシップへの参加もよろしくだぜ。今回はユン氏の訪日での韓国側の評価を見ていくわ。俺たちのバイトは順調だぜ。それでは、タイトルを読むわよ。日韓関係、韓国与党韓日共同繁栄の、新しい時代が開かれる。野党手に入れたものはなく、明け渡すばかりの会談。それでは記事のツッコミを読むわよ。日韓関係、3月16日、韓国のユン氏が訪日して、岸田総理と日韓首脳会談を、行い、いくつか日韓関係で動きがあった。まず、ウォンニャス速報でも真っ先に、取り上げたが日本が韓国の、輸出管理措置の厳格化を、解除した。例の半導体3素材、フッ化水元、フッ化ポリイミド、レジストの3つである。そして、韓国はその代わりに WTO 提訴を、取り下げるというカードを切った。多くの日本人はこれは日本が、韓国に譲歩したように、思うのも正直、無理はない。ただ、世界というのはよくも調べもしないで、韓国人の主張を鵜呑みにすることが、実はよくあるのだ。これは広報が足りないとか、そういう問題ではなく、韓国という国があまり知られてないためだ。日本と仲が悪いとか、そういう情報だって興味ないと、知らないってことだ。だから、日本が韓国に WTO 提訴されて、輸出規制されている状態が、続くのは、日本にとっては好ましくない状態であったと。これは事実関係とか、日本が争えば勝てるとか、そういう問題でないことに、留意していただきたい。日本は韓国だけを見て外交しているわけではないってことだ。さて、今回は最初に輸出管理措置の、厳格化解除や他の取り決めについて、見ていく。それで、後半は実際、韓国がこの外交成果を、どう見ているかだ。ぶっちゃけるとユン氏がいくら経済危機で、日本の支援欲しさにすり寄ってきても、それが外交評価につながらない場合、ろうそくで焼かれるだけなのだ。そして、今回で韓国メディアに、過度に期待されていた日韓通貨スワップの、再締結についてだが、何の情報も出ていない。あれば韓国メディアが永遠と書き続けるだろうしな。そういう視点で見ていくと、今回のユン氏の訪問には何の成果もないんじゃないかと。なぜなのか、それを見ていく。では、記事の要点を整理していこう。記事の要点は引用やマリサの担当よ。おう、どんどん読んでいくぜ。記事の要点。1、輸出管理措置厳格化解除と、キャッチオール規制やシャトル外交の、再開ついて。2、韓日財界を代表する全国経済人連合会全経連と、日本経済団体連合会経団連が、1、6日。それぞれ1億を拠出し、2億円規模の韓日、日韓未来パートナーシップ基金を、創設すると発表した。両国首脳会談に合わせて政策基金の設立が行われ、具体的な事業や参加企業が全く決まっていないまま発足した。3、未来基金は、ユン・ソン・ヨル・ユン・ソク・ヨル政権が6日、行政動員被害者賠償と関連して、譲歩案を発表したことに対する日本側の主な呼応措置として用意されたものだ。2018年、韓国最高裁逮捕院で敗訴した三菱重工業と日本製鉄など被告企業が被害者を相手に第三者弁済に乗り出す韓国の日程強制動員被害者支援財団への自発的寄付さえ拒否したからだ。このため被告企業を含め日本企業がどれだけ多く基金に参加するかに大きな関心が集まった。ところが、急ごしらえの未来基金は、日本企業の参加なしに。
全経連と経団連だけで、運営を開始することになった。4、今回の基金がどれほど、急ごしらえのものなのかは、記者会見の様子を見ても、容易に推察できる。韓日首脳会談当日の、同日午前10時過ぎに、突然記者会見の知らせが入り、記者会見現場には机と、椅子が用意されておらず、どこに座るか、立って取材を、しなければならなかった。5、共に民主党は屈辱外交の、頂点として切り下げた。アン・ホヨン主席報道官は国会ブリーフィングで、韓日両国首脳が、会談したが、結局強制動員問題に、対する日本政府の謝罪はなかったとし、日本政府の厚顔無恥な態度にもユン大統領は歴史問題に、対する、日本の責任を擁護することに、キュウキュウとしたと述べた。6、アン報道官は政府がそのように、強調した未来パートナーシップ基金にも、日本企業一社も参加していないとして、貿易報復に対する謝罪や、遺憾表明も、ホワイトリスト輸出管理優待国の、復元に対する明確な答えを、出していないと指摘した。7、アン報道官はさらにユン大統領は日本の、貿易報復に対応するために、下された GSOM やの、効力停止決定まで、完全に正常化すると、宣言したとしてこの程度なら贈り物を、超えて強硬と主張した。またもう一度の外交惨事で、手に入れたものは一つもなく、明け渡すばかりの会談とし、国民に羞恥心を抱かせただけと、付け加えた。以上の7つだ。順番に見ていこう。要点は以上だ。霊夢、続きを頼んだ。はい、では、読んでいくわよ。まあ、野党の反応を見る限り、この外交で期待されていた成果は、何一つなかったことがわかるが、それを1で確認しておく。まず1だが、韓国が WTO 提訴を取り下げるなら、輸出規制の厳格化を解除する条件としては問題はない。しかも、経済産業省は釘を刺している。もう一度、読んでおこうか。マリサ、引用を読んで。あと、次の引用までお願いね。おう、任せておけ。韓国側の輸出管理当局の、体制、運用の拡充、制度の措置状況等について、検証した結果。その取り組みや実効性の、改善が認められました。韓国側からは、我が国の輸出管理に関する WTO の申し立てを取り下げる旨の発表がなされることを確認しました。このため、3品目にかかる輸出管理の運用見直し込めにを行うこととしました。合わせて、関連する国内事業者に対し、改めて、自主的な最終需要者の確認等を徹底するよう、周知、注意喚起を行うこととしました。なお、双方の国カテゴリーの取り扱いについては、対話を継続します。では、ここから記事に戻るぜ。このように経済産業省は韓国が、輸出管理措置ができる国かどうかを、数年にわたって検証してきた。だから、経済産業省は当時、輸出管理措置の厳格化は少なくとも、3年間は続くと述べていた。岸田総理の後押しが強かったとは思うが、これについてはちゃんと管理してくださいという話だ。でも、実は韓国が戻してほしいのはホワイト国、グループ A の復帰なのだ。これはグループ A は日本が、優遇国としてキャッチオール規制が、適用されない国家であるためだ。じゃ、キャッチオール規制ってなんだよと、思うかもしれないが、これは過去の動画でも取り上げたが、ついでだから説明しておこうか。リスト規制しない外のものを取り扱う場合であっても、輸出しようとする貨物や、提供しようとする技術が、大量破壊兵器等コメイチの開発、製造、使用または貯蔵もしくは通常兵器コメニの開発、製造または使用に用いられる恐れがあることを、輸出者が知った場合、または経済産業大臣から、許可申請をすべき旨の、
通知、インフォーム通知を受けた場合には、輸出または提供にあたって、経済産業大臣の許可が必要となる制度です。この制度は通称キャッチオール規制と呼ばれています。したがって、貨物の輸出や技術の提供を行う間際、リスト規制とキャッチオール規制の両方の観点から確認を行う必要があります。キャッチオール規制は、大量破壊兵器キャッチオールと通常兵器キャッチオールの2種類からなり、客観要件とインフォーム要件の2つの要件により規制されております。この2つの要件のどちらかに該当する場合には、許可申請が必要となります。引用は以上だ。霊夢、続きだ。はい、お疲れ様。このようにキャッチオール規制というのは輸出で、経済産業大臣の許可が必要となる制度のことを言う。そして、ホワイト国、グループ A にはこのキャッチオール規制は適用されない。お分かりだろうか。多くの日本人の懸念は大量の、フッ化水素などの横流しがまた行われるんじゃないかというものだろう。だが、韓国はグループ B のまま。つまり、キャッチオール規制が適用された状態なので、実際、何も変わらないってことだ。こちらは他の韓国を扱う動画を見ることはないので、輸出管理措置の厳格化を解除されてフッ化水素の横流しし放題とか、主張していたら 100% 嘘なので、信用しないでいい。だから、ボンニャス速報でも取り上げた時にそこまで、日本が譲歩したという内容ではないと、語ったのだ。仮にグループ A に復帰するなら復活水元を、横流しし放題になるが、ユン政権は北朝鮮と、敵対しており、米寄りなのでおそらくその心配はないと、見ている。でも、徴用工問題が真に、解決しない限り、そこまで日本が折れることはないと思いたいが、岸田総理は心配ですよね。それがこちらの現在の率直な感想だ。そしてもう一つ昨日に出てきたのはシャトル外交の復活だ。ぶっちゃけこれもどうでもいい。韓国ネタが増えるぐらいで勝手に訪韓でも何でもしてくれと。日本の総理大臣はそこまで韓国に構うほど暇ではないのだ。シャトル外交といっても、毎月、韓国に行くわけでもないからな。こういうのは名前を一人歩きさせてるだけ。例の韓国が中国に、繋いでるはずのホットラインと、同じだ。でも、そのホットラインは一方的に、中国が使うだけで、韓国側がかけても通じないだろう。つまり、名前だけのもの。実際、役に立たない。結論を述べると、ユン氏の外交は韓国が期待するだけの成果は全くない。まさに、共に民主党の屈辱外交の頂点と言ってもふさわしい。日本風で言えば土下座外交そのものだ。なぜなら、何の実りある成果がないからだ。次の2から4の韓日、日韓未来パートナーシップ基金の創設を見てもそれはよくわかる。日韓共同制限に合わせて急こしらえしたもの。とりあえず、経済連とあっちの経済連が、合わせて2億円出すということだけ。しかも、何に使うかすら出てこない。あれ？元徴用工の賠償ではないんですか？ちなみに受け取り拒否してる元徴用工もいますが、こんなニュースがあるので引用しておく。マリサ、引用をお願い。おう、任せろ。2018年に韓国大法院最高裁で、勝訴判決の確定を受けた日程強制徴用被害者が、韓国政府が提案した第三者賠償を受け入れず三菱重工業の、韓国内資産を取り立てたいとして、訴訟を提起した。強制徴用確定判決の代理人団は16日、三菱重工業を相手に、勝訴した原告のうち生存者一人と、死去した被害者一人の、遺族が、三菱重工業の韓国内資産に、対する取り立て訴訟を15日に、ソウル中央地裁に起こしたと、明らかにした。
被害者は三菱重工業の孫会社である韓国内法人 MH パワーシステムズコリアの資産を取り立てられるようにしてほしいと請求した。代理人団は三菱重工業が持っている韓国国内法人に対する金銭債権に対する訴訟であるだけに、これまでの現金化手続きが必要だった株式や特許権と地外競売などの手続きなく、一審判決で原告が勝訴し仮執行判決まで出ればすぐに債権を回収できるものとみられると説明した。また代理人団は韓国企業の財源で行われる第三者弁済案を拒否する被害者の場合、彼らの意思に基づいて日本企業の韓国国内資産を速やかに現金化し、被害者が望む方式の賠償を受けられるよう努力するだろう。今回の訴訟はその努力の一環と付け加えた。引用は以上だ。霊夢。なんだこれは。ユン氏は嘘ばっかりだわ。だから、解決してから発表しろと言いたいわ。では、続きを見ていくわ。ユン氏、全然、解決していませんよ。急ごしらえの基金を作って、形だけで中身は何もない。もちろん、日本企業が参加するはずもない。また、日本企業の資産現金化も、止まらない。こんな状態で訪日しても、韓国は兵一つももらえてないという。しかも、岸田総理は慰安婦合意の、履行もユン氏に要求したと、ハンギョレ新聞にある。これについては岸田総理、少しは見直したぞと。まあ、おそらく日韓通貨スワップを、要請しようとしたら、その前に、日韓慰安婦合意の履行が、先だと釘刺されたんじゃないか。まあ、それは理にかなっている。何度か説明したが、慰安婦合意の履行を、してないから日韓ハイレベル協議がなくなったのだ。これを復活させないとスワップ議論は難しいだろう。だから5から7のともに民主党の屈辱外交の頂点というのは正しい評価だ。マジで、ユン氏は日本に屈辱外交して、オムライスか何か食べただけということだ。本当、無能だわ。あんな甘ちゃんの岸田総理ですらこれか。よほど経済危機で追い詰められてるとはいえ、これはそのうち FC レーダー照射も認めるんじゃないか。ジーソミア正常化も約束したようだしな。では、最後はネットの意見でも見ておこうか。マリサ、これで最後よ。おう、どんどん読んでいくぜ。1、謝罪の必要がないからだろ。被害者ビジネスばっかやってる。2、韓国に国際的に通用する知性があれば、謝罪していないなどという妄言は出ないはず。自らの嘘の山を、これからどうするか、困惑するステージに入ったという自覚を、持つべき。3、日本のパヨエセ左翼や、エセ国師様は韓国大勝利、って、言ってるが。4、共同声明がない時点ではプラス買ってたことだろ。記者会見でも謝罪を、引き出そうとしたようだが失敗したな。てか、なぜそこまで謝罪の言葉にこだわるかな。5、もうさ、自分たちでも何に対して謝罪求めてるのかわけわからなくなってるだろ。とりあえず謝れ、何でもいいから頭下げろ、そして、金よこせ。解決に向かうと、解決してないと蒸し返し、新たなネタを作り出す。断行しかないって小学生でも、わかると思うが。6、何言ってるんだ？謝罪が必要なのは韓国だぞ。7、一番の収穫はオムライスだったんじゃないかな？以上の7つだ。これで3だが、まさに韓国大勝利なんていうにはほど、遠い内容だ。ここまで土下座外交してくるとかこちらも、想定外だ。あと、絶対、謝罪などしてはならない。未来永劫、それをネタにされるからな。で、最後の7の一番の収穫はオムライスだったと。うむ。その通りだ。大体、2回も何か食事するっていうのは裏を、返せばよほど話すことないってことだろう。だから食事で時間を潰しただけという。今の日韓関係はこんなものだ。
ユン氏が日本に土下座外交を続けるなら、こちらは歓迎するが、まだまだ問題はたくさんあるからな。韓国の言う謝罪を日本にいつしてくれるか、楽しみだな。ニュースは以上だぜ。このようにユン氏の外交評価は韓国ではボロボロってことよ。まさか、ここまでひどく言われるとはな。ええー、これはろうそくも近いかもしれないわ。霊夢、ジンボルト的にはどうなんだ？そうね。どうせなら、ジンボルトは面白い方がいいわね。どうせ次の政権で覆されるのだから、せいぜい、ユン氏が韓国内で孤立化していくのを楽しみましょう。日本が折れないならそれでいいが、岸田総理は心配だな。そこはどうしようもないわね。といったところで今回はおしまい。ご視聴ありがとうございます。次の動画も見てください。チャンネル登録もよろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。